どうもコブラです。今回は簡単に作成ができる馬の餌人参コンフィについて紹介いたします。この人参コンフィは直で特級人参を使うよりですね、人参コンフィの方がほぼマックスで回復することができます。加工に関してなんですが、黒砂糖の塊ですね、こちらは黒砂糖と料理用ミネラルウォーターで作成することができてですね、旅館や酒場で購入可能となっております。先ほど入手してきた黒砂糖と料理用ミネラルウォーターからですね、加工から加熱を選択するとですね、黒砂糖の塊を得ることができます。特級人参は取引所で購入した方がいいと思います。こちらに関して言うと、必要本数、自分が必要だと思う、例えば500だったら、まあ結構な、まあ50万か60万ぐらい、まあ叩いてですね、買った方がいいと思います。後々ですね、この人参コンフィがかなり役に立ちます。人参コンフィの素材なんですが、特級人参2個、取引所もしくは栽培で入手可能となっております。精製水3個に関して言うと、こちらはですね、川の水を加工から選別してですね、得ることができます。こちらとして代替としては料理用ミネラルウォーター6個で、そしてですね、旅館や酒場で購入することができます。黒砂糖の塊3個は、まあ、こちらはですね、加工から加熱となります。塩2個に関しては旅館と酒場で購入可能となっております。シナモンに関して言うと、こちらはですね、労働者派遣を使ってメディア地方のカズラ農場に派遣させることでですね、得ることができます。人参コンフィのいいところを話すと、持久力がほぼマックスで回復することができます。直で人参を使うよりですね、人参コンフィを作成した方がいいと思います。今回は簡単に作成ができる料理として人参コンフィの紹介をいたしました。こちらは馬の餌として持久力がほぼマックスで回復することができます。この動画が良かったらチャンネル登録していただけると助かります。ということで、皆様本当にお疲れ様でした。